ほら、いけ。トラップ開始時に来たらなんか、え？でかくない？え？なんか土まみれ。トラップ開始しましょうか、とりあえずこいつは。大顎の先端が折れてますけど、ノコですね。67、8ぐらいはありますね。でかっ。大顎の太さが半端じゃないもんだって。かっこよ。見てください、カブトムシのメスがカラスにやられてます。カラスはね、美味しい腹部だけ食べますからね。うわー、残酷。マジでえぐい。腹部だけ食べてますね。腹部がね、美味しいみたいですね、やっぱ甲虫っていうのは。その甲虫は外骨格がありますので硬いんですよね、殻は。だから美味しいね、柔らかい腹部だけ食べるんですよ。トラップおどけのとこに来たんですけど、もうカナブンが喧嘩しまくってるやん。えぐ。はいはい、どいたどいた、もうおしまい。うわ、もう店じまいだよ。うわ、見てください、このカブトムシトラップに絡ませて動けなくなってるんですよ。だからトラップってちゃんと回収しないと、こんな風にね、虫を絡め取り続けて大量に、ね、虫を殺戮してしまうので、トラップは必ず回収しましょう。カブトムシ救出しました。でかいですね。いいサイズだ。立派なカブトムシ。ザ・カブトムシって感じのカブトムシですね。生島さん、カラスアゲハのメスですね。えぐー、でかっ。え、マジででかいんだけど。うーわー、えぐー。めちゃくちゃ綺麗な蝶々ですね。ほら、下羽がちょっと青がかかってる。メスは緑みが強いんですかね。なんか緑が強いですね。新しいポイントに来たんで見たら、あ、待って、でかいでかいでかい、待って、よし、よし、待って。クソでかい平田いる。よし。うわぁ、取った。でかい。でかい。こいつ65以上は絶対あんな。持った感じ70はなさそうやけど、65は間違いがありますね。よし。新ポイントででかい平田おった。でもトゲがさ、すごくてこの辺。なんか、クヌギの木の周りってさ、トゲの生えた木っていうのすごい多くて、本当にやばいんだって。うわー、どうだろう。ノギスで測ったら多分ないとは思いますが、7、ギリギリないと思います。69とか、それぐらいかな。惜しい。あと数ミリ。まあでもほぼ70ですね。70の平戸です。新しくクヌギが生えてる場所を発見した。あれ、平田ついてね。でかくね。おい、でかい平田ついてる。ここ待てよ。でけえ平田がついてるんやけど、ちょい待て、スタックしてる場合か、お前。でかいでかい。60は超えてるだろう、この平田。こんな幼木についてるのか。上にもついてるぞ。やばい、せっかく登ったのに全部落ちた。これじゃね。あ、こいつだ。木の上についてた。こいつも60はありそう。でも70あるような。バケモンはいないな。こういうところの足元はね、だいたい、あ、まあメスがいましたね、一匹。メスと斜面になってんのよ。本当に立ち悪いわ。なんか落ちると思ったらこいつやった。でけえ巨ビラタ。こいつが落ちてきたわ、今蹴ったら。やば、ここ平田すごいな。また落ちてきた。こいつは60アップやな、絶対。60以上はありそうな平田。やばい、ボンボン平田降ってくる。ここえぐ。え、でかい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 。え、こんなんがどんだけ上についてんの。絶対見逃してるもん俺だって。なんと一箇所のポイントから、65ミリアップ平田。1、2、3、4、5取れただけでこんだけなんですけど、もっと上の方に多分ついてて、
蹴ったやつとかでね落ちちゃったんですよね。多分もっとついてたと思います。やばくない？やば、こいつ60絶対あんのに。あーやばいやばいやばい、やってもうた。こいつでかいな、こいつこの中でちょっと格別でかいぞ。でも70は絶対ないね。70あったらもっとね横幅がでかいんですよね。あー65余裕で超えてるぐらいで、70には遠く及ばないですね。68ぐらいはありそうですけど、ちょっと待ってよ、いしょ、まあ、70に合わせてみるか。70に合わせてもほら上があとで 3-4cm 余るんで、65超えてるぐらいですね。いやでもこういうポイントがあるんですね。いやこれまた新しく今日見つけたポイントなんですけど、今日帰る日なんだけどね、僕あるあるなんですけど、帰る日に新しいポイントを見つける。あーやめて。はいどうも、トラップ回収屋さんです。もうしま店じまいですよ。はい帰ってね。中にいっぱい入っとるわ。うん、これでも買ってくれ。カナブンが入っとる。うわー、クソでかいタブノキを発見したんで、見てみたらノコギリついてました。これ足元さ、いるんじゃない？いや、いるでしょ。だって、いるんだから絶対いるよ。足元に一匹いるってことは他にも絶対ついてると思います。見てください皆さん、これヒナカマキリ捕まえました。ちっちゃちっさー、マジで去年だと思われるノコの死骸がありました。ここも多分クワタ来るんでしょうね。見てください、これカナブンね、トラップにかかったんですけど、飛んでね逃げようとしてるんですけど逃げれないんですよ。なんでかっていうと、トラップの紐がね自分の体に引っついちゃって逃げないんですね。だからこんな風にですね、一応引っかかったけどその後でも逃げれなくなっちゃうってことが続出しちゃうので、トラップはね必ず回収しましょう。こうしないともうこいつら逃げれなくなって、ここで子孫も繁栄できずに死んじゃうってことがまあ多々ありますので、ちゃんと逃がしてあげましょう。これで飛べるはずです。飛んでた。平田のオスがついてます。はい店じまい。他のもついてないね。ってことはバナナトラップはバナナじゃなくてもキウイでもオレンジでも多分フルーツだったら何でもいいってことね。大事なのは焼酎につけて果物を発酵させる、こういうことですね。いい勉強になりました。ということで、一気にですね、まあ、2泊3日いまして、全部でですね120匹超えです。はい、もう良い意味がわからんかと言いますね。120匹超えのカブクワが取れました。カブトムシはほとんど回収してないんで、ほとんどがノコギリとヒラタクワガタですね。で、その中でも大きかったのがここですね。ここにヒラタが入ってるんですけど、この2匹のヒラタは今回捕まえた中でも1番、2番ですね、でかかったやつらです。どっちもね、68ミリぐらいで同じ大きさなんですけども、はい、同じウロで取れましたね。同じウロにいた、ヒラタですね。昼と夜で別々の個体が入ってました。でかいですね。あとノコギリとかもね取れたんですけど、ノコギリはですね、正直あんまりでかい個体が取れてなくて、まあ、65ミリ超えっていうのは、まあ、たまにいたんですけど、まあ、何匹かいたかなですけど、まあその70に届いてるような、もうピカイチででかいのはいませんでしたね。あ、これかな。ここがねノコとかが入ってるボックスなんですけど、ノコがいっぱい入ってるんですけど、まあ、この辺とかこの辺とか結構でかいんですけど、あ、こいつもかな。65を超えてるだけで70は届きませんでした。で、こいつですね、猫に食われたこいつ、推定サイズ75ミリ以上あったっていうね、下手したら生きてたら、下手したらギネスに載ったかもしれないようなレコードですね、レコード答えになったかもしれないようなマジででかいノコギリでした。もう悔しすぎるやろ。まあ、この子はね標本用で持って帰ろうかなと思います。で、こっからまあ何匹か厳選して、まあ、持って帰ろうかなという算段でございます。こんな感じで、ね、お輪をかけてるやつとか、今回もね、いろいろと面白い個体や大きい個体、たくさん取れました。まあ、ただね、70ミリはなかったんですけども、目標であった70ミリで取れなかったんですけども、まあ、良かったかなと思います。そしたら、こいつらを厳選して、今から逃がしに行こうと思います。うわぁ！見てください。これ全部のコギリクワって平手川です。こんだけ取れました。じゃあ、こいつらをまとめて逃がしに行こうと思いまーす。そしたら、あまりこの日の当たらない木の根元に逃がしてあげようと思いまーす。ほら、行け！うわー、えぐ。潜んでいけ潜んでいけ。お、クワガタが潜んでいきます。うわー、でもこう見るとどれもでかいですね。大きい子たちばっかりです。息はすごいですね。こんなんがいっぱいいるんですから。
今ここのポイント見つけた人すごいでしょうね。めっちゃクワガタがいることになりますから。